朝日新聞吉川です。先ほど2番から4番に対しては財源の話ありましたけれども、1番の所得税実質免除とか消費税減税についての財源のお考えお願いします。こんなもん国債に決まってるじゃないですか。コロナ対策、自民党も本当に、結果的に無駄と言っていいようなところに膨大な支出をしています。で、特にですね、年間あたり、少なく見ても20兆とか30兆とか需給ギャップというかですね、消費の落ち込みが現に生じているし、これが、今年度はもう通じてそうだろうと思いますし、場合によっては来年度も続くかもしれないと。これはもう国債で埋めない限りはそこを維持することはできないと。したがってこれはまさに100年に一度の緊急時ですから、ここは国債でやるしかないし、国債でやるにあたっては少なくとも GoTo キャンペーンみたいな話よりもよっぽど多くの国民の皆さんに行き渡り、実体経済や社会を支える上では効果的な提案だと確信しています。